町と私とサーカスと、はい、昨日ですね最終回を投稿してまあ終わったはずなんですけど、ちょっともう一回やらせてください。もう番外編みたいな、どんな形でもいいんでもう一回だけやらして、なんかね、おまけ部屋、まあ、前回エンディング全部見て、でおまけもまあまあ堪能して終わったんですけど、そのおまけの方でまだね会える人がいるらしいんだよ。もうなんかそれはもう動画でやろっかなってなって今やるんですけど、あとね本編の方でもちょっとね俺的にやりたいことがあって、ある程度殺した状態で出たら、歌姫の時みたいに人食いくんとか、あと二つ頭くんとかになんて言われるんだろうっていう、そういうのもちょっと試してみたくて、ただセーブデータがもう何一つ使えないんだよね。もう一回最初からやるしかないんだ。俺何周してんだろうこのゲームを。すごいな、バチバチにはまってる。まずこの本編の方でその反応とか見た後にそのおまけの方で、いやなんかねこれコメントでね教えてもらったんだけど、俺ちょっとびっくりした。え、あそうなんみたいな。うん、だからそれもちょっとやろうかなと思います。前回ね最終回2時間40分とかっていうまあまあクソ長い動画だったんだけど、今回ねまあ20分とかで終わるんじゃない。まあでも番外編だしいいんでしょう、いいんでしょう。ん、ごめんなさい、寝起きです実は寝起きです寝起きでパパパって今撮ってます。じゃあ行きましょう。うわー、俺せっかく全員生き残らし行って生き残らしたのにまた殺すってなかなかだな。まあでも嬉しかね。まあちび食いでいくかまああんま殺したかねえけど、やるしかねえんだよな。ごめんなちび食い、お前が全ての発端や。もう毎回やどの角度で刺してん。あ、これなんて言われるんだろう、ちび食いだけやったけど。あ、そっか。ちびくえ？ソフィラがやったの？うん。つく、ちびくえ。そっか。ちょっと待ってて。ちびくえって、なんでさ、なんか必ず別男にいるの？俺だって襲われて刺してさ、ねえ、今度ここにいるんだけど、お待たせ行こうか。あ。またこれ見るのしんどいて。え、めっちゃ純粋に気になるんだけど、この立ちバサミを装備した状態でさ、食べ物ミスった場合ってどうなるんだろう。確か、この黒いやつは内臓だったじゃん。目とか上げて、ミスった時って、またカウンターソフィラするってことなんかな。ねえ、トゥルールートの時ってさ、ミスったら食われてたけど、これ、立ちバサミ装備してるよ。もっと。これ勝つんかな？マジかよ。お前マジ強すぎな？立ちバサミ装備した瞬間に。他の人にもご飯は出さなきゃ。うん。頑張ってね、ソビル。なんで笑ってんの？うん？おい、なんか、意味わかんなくなったぞ、おい。このタイミングでの処分ってどうなるんだろうね。まあ、一応これ別ルート、別の世界線と思って、もうやるわ。やってみるわ。処分する。うわ、これ、人食いくん、どんな反応するんだろう。ご飯あげたのに。すごい。うん、頑張ってね、ソフィラ。うん、頑張れ、頑張れ。いや、よく言えるね。ご飯あげて成功してんのに殺して、うん、よくやったねは、多分、お前らも若干狂って、今、狂うだろうな。やべえ、ちびくい。ちびくい。ちびご飯持ってきたよ。さ、これでどんな反応が来るんだろう。ちびくいと、弟くん殺しちゃったよね。いやー、いい暇つぶしができたよ。まあ、多分、バトルはなんないけど、歌姫と同じリアクションされるんかな。弟たちに飯持ってってくれてありがとうね。まあその弟は飯食わした後殺したけどね。ほら、早く帰りな。ちびすけ。もう、ここに来るなよ。え？まあでもこれ全部やって分かったけど、ソフィラ行くよ。うん。うん。もうだから、ね、パパ、が刺されて、でソフィラちゃんが、
あのね、血混じってるけど、なんかそれやって、で、ソフィラちゃんに、この、今の、サーカスの人たちを殺させようみたいなこと言ってたじゃん、前回。まあ、それを察してだから、多分、ね、もう殺されるってのは分かってるから来るなよ、って言ってるんだよね。会いたいけど、みたいな、そんな感じでしょ？お前は悪くない。けど。もう、来ないでくれ。やっぱそうなるんだ。これはこれでまあ結構辛いけどね。よし、まずこのサンプルのやつもわざと全部ミスるか。もう適当にやって、で、ニコくんかニコちゃんかをやるしかないんだよね。うん。まずこれ全員やるか。ニコくん、すまねえ！ソフィーちゃん？ソフィー？うん。で、これで、ニコちゃんはもう無視でいけないんか？で、そうすると多分、二つ頭くんに言われるんじゃないかな。来ないでほしいって。あ、挨拶必ずしなきゃいけないの？なんそれ？うん。よし。また遊びに来るね。うん。いつでもおいで。待ってるね。左の部屋に死体あるけどね。うん。あれはソフィラがやったのってなるんだよね。よし。開けてもらう。で、言われるんでしょう。さあ。手伝ってくれてありがとうっす。ピエロもお菓子の作り方教えてくれてありがとうっすわ。いえいえ、いつもドア開けてくれるからね。まあ、下の階に行くにはここを通らないとっすからね。ほら、早く家に帰らないと親に怒られるっすわ。二つ頭さん、ありがとう。ソフィー、もう来たらダメっすわ。え？ソフィラ、行くよ。うん。まあやっぱそうだね。悲しい。楽しい頃には戻れないね。戻れるよ。もう見たもん。もう本編はもういいだろ。もう本編でやることってもうほぼなくない？見たよね。じゃあ楽しい頃に戻ろうか。もうデータがあるからよ。ここでいいんかな？ここら辺が、あーよかった。よし。で、これは俺多分、フィロ君を連れてかなきゃなんか新しいパターン見れるんかな？多分そうだよね。よし、ちょっと一人で行ってみよう。ああ、幼馴染ね。あれ、一人でどっか行くのか？うん、みんなに会いに行ってくるの。そっかそっか。気をつけて行ってこいよ。ありがとう。行ってきまーす。よし。いや、これ多分さ、一人になっても、会話の流れはあんま変わんないだろうね。フィロ君いない時にお兄ちゃんとラブラブって聞いたらどうなんだろうね。ラブラブだよ。たまに喫茶店になってるしね。お兄ちゃんにラブラブって伝えておくね。やめて。あいつ怒ったら怖いからやめて。いやちょっと変わるね、反応。てか、名前つけてもらったりすんのかな今後。病院。病院かな多分。俺がまだ会えてない人って言えばいいの？どこにいるんだろう？多分さ、俺さ、もう勘違いというか、早とちりで、勝手に言うの、そうそう、これなんか他に行けると思ってなかったから、行けないんだよね。ソフィラちゃん久しぶりだね。うん。これ、あれだよね。このニコちゃん、左の方のニコちゃんは。多分、フィロ君のこと好きでしょ。何ニヤニヤしてるの？ニヤ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 してないよ！ニコちゃん顔赤いよ。ソフィラちゃんまで何でもないってば。うん、可愛いなぁ。入れない。で、ここも入れないよね。確かさ、なんかコメントで教えてもらったんだよね。ここの、あ、ちょっと待って。ニコ君は、これ正面じゃないと会話ができない。あ、やっぱそうだわ。あ、ソフィー、元気だった？うん、元気だよ。お兄ちゃんも元気だよ。それならよかったです。僕たちはこれから服の採寸をしてもらうのです。二つ頭やニコちゃんの服は作るの簡単だったみたいですが、僕らは背中合わせだから作るのが大変みたいなんです。ああ。素敵なお洋服できたら見せてね。もちろん、ソフィーに一番に見てもらうです。おお。で、ニコくん。わあ、ソフィーちゃん。久しぶりですね。元気でしたか？うん、元気だよ。お兄ちゃんも元気だよ。それはそれは、いいことですね。僕たちはこれから服の採寸をしてもらうのです。二つ頭やニコちゃんの服は作るの簡単だったみたいですが。うん、背中合わせね。
素敵なお洋服できたら見せてね。もちろんソフィーちゃんに一番に見てもらうです。よかったよかった、ちゃんと会話できたね。んで、あ、ソフィーら、うん、ソフィー、ちょっと待って、これで何でもないにすればいいっぽいんだよね。そうすると俺がまだ会えてないキャラクターに会えるらしいんだよ。ソフィーと遊びたいっすわ。うん、ごめんねソフィーら、また今度遊ぼうっす。うん、また来るね。あー、ソフィー大好きだな本当に。ソフィーどうしたっす。これで何でもないにすればいいのかな。あ、あ、そうっす、ソフィーら、君のお姉さんがこの病院に転院してきたっす。お姉ちゃんと話せる。お姉ちゃんか。そうっすわ、受付で言えば会わせてもらえるっすわ。ソフィラが会いたかったら会ってもいいと思うっす。受付に事情は話してあるっすから、あとはソフィラに任せるっす。うん、ありがとう。まあ母ちゃんはあれだったけど、まあお姉ちゃんとは、お姉ちゃんは多分もうねまともになったんじゃないの、成功してたけど。いや、お母ちゃんマジどうなったんだろうね。なんか実際死んだのか確定はしてんのかな。だってもうその時には国の調査員とかが来て会えてなか、会えなかったってわけでしょ。まあワンちゃん生きててくんねえかな。あら、どうしたの。あ、あのお姉ちゃんはどこにいますか。二つ頭くんが言っていた子ね。左側の階段を上がって一番奥に彼女の病室があるわ。鍵を開けておくから好きに出入りして大丈夫よ。ありがとうございます。よし、これで行けんのね。左側でしょ、ここから行けるってこと。お、え、あ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 っちか。あ、ま、ここの階段ですね。ああ、オッケー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 。でも上はこれ以上行けないんだよね。勝手にうろうろしない方がいい。うん、ここではないのかな。ここか、ここでもない。え、な、な、どこだっつってたっけ。あ、これ一番奥ね、ここか。お姉ちゃんいる、お姉ちゃん、お姉ちゃん話しかけるよ。お姉ちゃん、え、ソフィラはいるはずがない、幻を見てるんだ。だってソフィラは失敗作になってしまったって先生が言ってた。ママもパパもフィロ君もみんないなくなっちゃった。ソフィラ、会いたいよ。お姉ちゃん、退院したら一緒に暮らそうね。まだ、うん、そういうことか。まだ全然治りきってないんだね。絶対、迎えに行くからね。幻覚とかだと思ってんのか。あー、あー、ええー、もうなお、ええー。ちょっとこれ悲しいな。まあ、でも、生きてるだけでよかったわ、本当に。ね。いずれは、治るんだろうね。ただな、お母ちゃん、受け入れられんのかな。ソフィラが殺したってのは、知らないよね。なるほどな。あと、でも本当これは見逃してたな、完全に。あとなんか見逃してるものってあんのかな。お母一人で行ったらどうなるんだろう。話しかける。パパのペンダントにママの写真が入ってる。お兄ちゃんが入れてくれたのかな。うん、なんかできないのか。もう一回話しかける。なんかできないんかな。ちょっと待てよ。一回家戻ってフィロ君連れてってさ、病院にあのお姉ちゃんに会いに行ったらどうなるんだろうね。どうしたの、ついてきて。あ、写真ありがとう。え、お兄ちゃん写真ありがとう。これあれだよね、あの家族写真。どういたしまして、大事に持ってるんだね、えらいえらい。ずっと大切にするの。わ、よししてもらってる。うん、仲良し。ちょっとついてきて。うん、これでちょっと待てよ。これでもう一回お姉ちゃんのとこ行ったらどうなるんだろう、どんな反応するんだろう。来たぞ、これも幻覚みたいな風に思っちゃうかな。お姉ちゃん、ん、このそっち向いたぞ。ソフィラはいるはずがない、幻を見てるんだ。だってソフィラは失敗作になってしまったって先生が言ってた。
ママもパパもヒロ君もみんないなくなっちゃった。ヒロ君、ソフィラ会いたいよ。姉ちゃん、退院したら一緒に暮らそうね。絶対にお兄ちゃんと迎えに行くからね。そうだね、絶対に迎えに行くから待ってて。あー、まあ変わらないのか、あんまり。あー、そういうことね。まあでもこれで3人で暮らせる日は来るだろう。いずれいつになるかわからないけど。待って、こことかでさ、家族写真使ったりはできないのかな。ソフィラが2歳ぐらいの時だったかな、その写真撮ったの。私全然覚えてないの。お兄ちゃんだけ覚えててずる。あー、大きくなったら忘れちゃうの。どうだろう、人によるかもね。でもこれからたくさんのいい思い出ができるから、ソフィラはその思い出を忘れないようにね。ソフィラの小さい時の思い出は俺が覚えておくよ。うん、ありがとうお兄ちゃん。みんなかっこいいし可愛いよね。え、なんかありそうだけど、なんかコメントとかでも書かれてたような気すんだよね。それ見たいんだけど、やり方がわかんねえ。お、パパにお花をお供えしようかな。みんなに会いに行ってから道具屋さんに聞いてみよう。この何もしないでなんか怒んのね。道具屋でなんか買えんのか。あ、これか。うん。え、どうすればいいんだ。そっか、フィロ君もいるから会話変わるか。フィロも元気でしたか。元気だよ。相変わらず名前を覚えるの苦手なんだね。俺もすげえ苦手。すみませんフィロ、あの場所での名前をやっと覚えたところだったんですが。大丈夫だよ、そのうち覚えてもらえればいいよ。フィロ、ありがとう。ん、いいね。なんか待って、これで全員話しかけたんかな。ちょ、もう一回姉ちゃんのとこ行っていい。この家族写真姉ちゃんに使ったらなんか起きねえかな。ま、さすがにないか。なんかできねえかな。無理か。目の前で。え？ん？なんで破んの？どうした？ちょっと待って。これ姉ちゃんの前とか関係なく？え？なんで破んの？何それ？ちょっと待って。それは知らん。それは知らんよ。セーブセーブセーブ。ちょっと一回セーブさせて。え？ちょっと姉ちゃんとこもになんかわかんないけど戻ってきたけど。破るって何？え、何これ、急に。破ってみていい？お兄ちゃん、ちょっと待ってて。え、わかった。え？何これ、家族写真を破いた。処分。え、処分しましょう。は、ちょっと待って、これそういうことか。これさ、あのこのおまけ部屋に行くときに処分ルートをやってた方がなんかいいですよみたいなこと書いてなかった？うん、赤い服に着替えるか。私の洋服。え、何これ。ちょっと待ってよ。おい、ちょっと。え？あ、もうお兄ちゃんの匂いがするとかも言わねえ。これは全くもって知らないんだけど。自分の身を守るもの、探さないと。は？なんて書いてた今。何？おまけ部屋でも幼女の裸を見るなんて。え？ちょっと待って。どうしたの？今ご飯作ってるから遊ぶなら少し待ってて。え、なんでまたこのおまけ部屋で俺また元気なくなんなきゃいけないの？え？え？兄ちゃん。
どうしたの？どこか具合でも悪いの？遊ぼ。え？これはソフィラの本心。俺を殺したいの？もし違うなら、ソフィラ、戻っておいで。え？ソフィラ、もう全部終わったんだ。は？は？おまけ部屋で、おまけ部屋でこんな、今がいっちゃうつな気すんだけど。今を幸せにでき過ごそう。ソフィラ負けるよね。いや、ちょっと待って。あ、間違って、自動にやっちゃった。防御どうなんのこれ。防御、え、俺が死ねばソフィラは幸せになれる。ソフィラにはこれ以上悲しんでほしくないな。え、俺これはマジで聞いてないんだけど、誰か、なんか会ってない人がいるよってのしか知らないんだけど。ちょっとねえ、いや殺したくねえよ。ソフィラと一緒にいたいんで。いや俺もだよ。これ結局またためらったりすんのかな。ねえ、ソフィラはどうしたい？ちょっと待って、待って、ちょっともう、もう呆然としてるって。おまけ部屋こんなあんの？マジで知らないんだけど。ちょっとこれ負ければどうなる？ん？このまま終わるんじゃねえか。抱きしめて倒れた。ソフィラ？私？よしよし。え？っていう夢？夢か。怖い夢見ちゃった。そういえば、写真破いちゃったけど。よかった、破いたのも夢だったね。おい！だよ、夢、いや、逆にマジ夢落ちるよかったわ。この頃のこと全然覚えてないや。でも、パパも、ママも、お兄ちゃんも、お姉ちゃんも、みんな幸せそう。今、あ、あれまだ破かない？お兄ちゃんとお姉ちゃん、今と全然違うな。あれ、もう、あ、え、もう破かねえんだ。え、じゃあこれお兄ちゃん倒せちゃうのかな。ちょっとやってみるよ。え、はい。え、これ、え、お兄ちゃん以外のところもいけんじゃねえの。行ってみるよ。あ、その服はあなたの服ではありません。着替えましょう。あ、もうそうなんだ。こうなるんだ。俺今、何も気づかんままね、デフォルト装備で行こうって思ったら、これが正解だったのか。え？これ、え、でも外出れないんじゃねえかな？多分。ねえ、多分外出なくない？処分しましょう。ですよね。うわぁ。お兄ちゃんと戦えるみたいな感じで、いや、もう夢落ちでよかった、マジで。本当に。これ殺しちゃった時は夢落ちになるのか？ちょっとガチで戦ってみていい？よし。もうとにかくダメージを与えたら歌って、ちょっと待って、セリフはあんま聞かないようにしよう。うん。
このあれだな、流れだな。歌って攻撃してってだな。こんな夢見ちゃあかんよ、ソビラ。ちょっと本当にねえ、これでも夢を結局夢落ちで完全に治ってるみたいなやつなんでしょ。でも 夢見ちゃったらちょっと怖えって、なんかまだ不安要素あるやん。やめようよ、俺パパのパパのさ、なんかそのお花をお供えするためになんか全キャラにもう一回話しかけてる途中にさ、ふと思ったのよ、マジ写真お姉ちゃん見せたらどうなんだろうって。そしたら破くって、これ気づく人いんのかな、案外いなさそうじゃね。いやマジで分かんなかった。ソフィラはどうしたい。いやいや、もうやるしかねえよ。いろんなパターンを見たいって言ったの俺だからな。ちょっと、え終わりそう、そろそろ。あ、処分した。っていう夢ね。うん。はぁ。やねー。もう、ほんとよかった。もう何この、隠し要素で打つ入れんのやめよう。もうさっさと着替えろ。やめようやめようやめ。もう、ちょ、早くパパのためにお花買ってさ、やろうよ。あ、来た。あ、そうだ、ソフィラちゃん。頼んでたお花届いたよ。お花を手に入れた。ありがとう。パパのお墓にお供えしてくる。うんうん。きっとお父さんも喜ぶね。気をつけていってらっしゃい。よっしゃ。お花、パパにお供えしよう。これは、二パターンあんのかな？お兄ちゃんと行くのか、一人で行くのかっていうパターンで。ちょっと一回セーブしてから行くか。まず一回一人で行ってみよっか。これで、お花、うん、供えする。花をお供えした。パパにお花プレゼント。パパ。パパの好きなカスミソウは、ここにたくさん咲いてるから、春のお花にしてみたの。あ、これカスミソウなんだ。わあ。季節のお花プレゼントするから、楽しみに待っててね。え、動けるんだけど。パパ喜んでるかな？え、合体しちゃった。パパ喜んでる。え、これで、ちょっと家に帰ってみていい？お兄ちゃんと来たらどうなるんだろう？え？フィロ、ついてきて。パパいるよ。パパ出てきてるよ。お盆、そうだよね。時期的にお盆近いから。帰ってきた。パパ。あ、いる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 。パパ喜んでるかな？きっと喜んでるよ。おい！話しかけれない。なんか、家族写真？ダメか？お兄ちゃん今と全然違うね。今のお兄ちゃんパパとそっくりなの。親子だからね。ソフィラだって瞳が父さんにそっくりだよ。髪は母さん譲りかな。ママと同じ髪の色。へへ、ママとお姉ちゃんと一緒の髪で嬉しいの。はは、父さんが聞いたら焼いちゃうかもね。パパとはお目目が一緒だからいいんだもん。ちょっと。え？パパ？パパもう、え、いいのかな？一応、ロードして最初からお兄ちゃんと行ったらどうなるのか、もう、とことん試してんだけど。よし、お兄ちゃんと、お供えした。パパにお花プレゼント、出てきた。うん。うん、え、あ、これでいいのかな？パパ、さすがに話しかけれるわけないもんね。なくなっちゃってるしね。うわぁ、パパ、これ喜んでるんだよね。よかったー。もうこれで多分、本当に全部見たんかな。どうなんだろう。え、なんかまだありそうな気すんだけどな。きっと喜んでる。パパー、どこにも行かない。え、もう、なんもないかなと、本当に。参考図。なんでこれまだ持ってんの？思い出？あんま良くない思い出じゃない？終わりかな？いいかな？もう、本当に終わりな気がするけど。この新聞もね。いやー、じゃあさっきのマジビビったわ、兄ちゃん。フィロ君と戦うってなった瞬間。やめてよ。ちょ、立ちばさみ捨てろ、これ。ねえ、これさえなきゃいいんだから。立ちばさみ以外使わないでしょ、この子。
寝る？お兄ちゃんと寝ろ。おやすみなさい。おお。いやー、これで多分本当に終わりかも。多分。もう、なんかまだもしかしたら見逃してるやつが、ワンチャンかもしれないけど、皆さんダウンロードしてやってみてください。はい。いやー、マジビビったー。クソビビったー。いやー、でもここまでおまけでね、こんないろんな要素があるって本当神ゲーだと思うから、うん。この作者さんの別のゲームもあったらちょっとやってみようかなと思います。というわけで、今回で多分本当に最後ですね。町と私とサーカスと。ありがとうございました。また、同じ作者さんのゲームでお会いしましょう。べっ！